じゃこんにちは、豊さん。はい、はい、恒例の恒例のな、はい、次の対戦カードの予想と、ま、ちょっと振り返りを踏まえての、はい、これです。はい、それで、ね、次の対戦予想 とちょっと振り返り、はい、はい、まあ対戦カードを出す前に、うん、ちょっと中田翔吾はね、東京ドームでまあ巨人でデビューしたということで、はい、この話題はちょっと後で触れますね。はい、はい、次の対戦の注目ということで、はい、ちょっと語りたいと思いますが、まずは次のカードからいきたいと思います。はい、ではまずセリーグから。はい、はい、そんな感じですね。まず、はい、巨人広島、はい、はい、これのポイントが、はい、打線復活が鍵。そうだね、巨人は、はい、まあ、中田翔ウィーラーということで、はい、まあ、引き分けに持ち込んだ試合ね、はい、それまで その DeNA との2戦目、うん、2戦もうすごくもたもたしてて、うん、バッティングが低調だったということがあって、はい、まあ、そろそろ打線の復調があるかなという広島戦に対してね、はい、で広島の方はちょっと歯車が悪いというか、はい、だからこうなんとなくこうすっきりしないというかね、まあ粘りは見せるものの、うん、いまいち今なんかこういまいちこうすっきりした試合ができてないかなっていうような、はい、そんなイメージがあるんだよね。はい、うん、だからまあ広島も頑張らなきゃいけないけども、うん、巨人の打線が復活してくるかなっていうふうに、まあ、ちょっと想像して、まあ巨人の有利かなっていう、はい、はい、これチームの下に赤線を引いている方が勝ち越すという予想ですよね。はい、はい、はい、では次ですね、はい、ヤクルト対中日ですね。はい、これはお互いの強み。あ、はい、これはね、うん、ヤクルトはやっぱ打線が売りで、はい、打線が好調、うん、で、まあ、中日の方はやっぱ投手力がすご素晴らしくいい、はい、うん、だけどその、まあ、阪神戦では中日の投手陣というのはすごく踏ん張ってね、うん、勝ち越したし、はい、まあ、ヤクルトの方はやっぱこう村上だとか山田、はい、ね、まあ、青木、はい、まあ、非常に当たってるバッターが多いということで、うん、だからそのバッター対投手、なるほど、お互いの強みがね、なるほど、うん、で、まあ、考えたんだけど、まあ、ヤクルトの有利かなっていう、はい、まあ、ちょっと中日は広い球場でドームで、まあ、阪神打線を抑えたけども、ちょっと狭い球場になるから、まあ、ヤクルトの打線の方がちょっと有利になるかなと思って、うん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 、まあ、ヤクルトが勝ち越すかなっていうふうに思って、はい、はい、はい、では次ですね、はい、阪神対 DeNA、 これは正念場、はい、まあ阪神の正念場、阪神の状態がね、はい、やっぱミスも出てるし、うん、前半戦ミスがね目立たないぐらい打ってたんだよね、はい、それを帳消しにするぐらい、はい、ただそのミスが、まあ、失点につながり、まあ、星を落としてるっていう試合もあったし、はい、それと DeNA が非常に打線がつながる、だからそういった意味では阪神にとっては非常に正念場になってくるけど、まあ、DeNA がね状態がいいだけに、うん、ちょっと阪神苦しいかなと思って、まあ、DeNA が勝ち越すと、なるほど、まあ、そういうセリーグは予想してます。はい、じゃあ、まあそこは正念場ということですね。はい、はい、では続いてパリーグいきます。はい、はい、そのような感じです。まず西武対ソフトバンク、はい、これは打線の脅威。そうね、はい、ソフトバンクが42イニング、うん、もう無失点という記録を打ち立ててね、はい、で、まあ、それも記録を伸ばしながらだったんだけども、まあ、失点をする、はい、そうしたらちょっと後ろのピッチャーたちがちょっとバタバタしてて、うん、逆転を食らうとか、はい、失点を重ねるとか、まあ、いろんなその、まあ、疲労なのかどうかわからないけども、うん、失点をこう重ねたと、はい、で西武は打線は非常に今当たってる状態に来てるんで、ちょっとソフトバンクが打てない分、うん、西武が点を取るとちょっとやられちゃうかなっていうような、なるほど、うん、そんな感じがするんだよね。うん、うん、だからまあ正念場だけども西武の方が有利と。なるほど、はい、それぐらいこうちょっと打線が驚異的な、驚異的になってきたね、なってるということですね、はい、はい、で山川も当たってきてるしね、はい、山川が一発打つと、そうですね、うん、もうここのとこ復調してきてる感じですよ ね、うん、はい、はい、はい、では次、はい、楽天対オリックス、はい、これは天王山、まあ、まあ、1位と2位の ね、戦いだけに、はい、まあ、天王山というふうに位置づけをしたんだけども、はい、まあ、3ゲーム差で迎える天王山、オリックスの方は裏ローテに入ってくるんだよね、うん、山本宮城っていうのが投げない、はい、まあ、そこで
楽天がどのぐらい踏ん張れるかどうかっていうことが一つの鍵だし、だからまあこの一戦というものは非常に今後ペナントレースをね、占うようなこのカードになってるよね。なるほど、はい、はい、じゃあここはそういったところでも、でも裏ローテでもなんかオリックスのチームの状態がいいだけにね、うん、なんかオリックスがいっちゃうかなっていう。そうですよね、今そっちが勝ち越すっていう予想ですね。はい、はい、では最後のカード、日本ハム対ロッテ、はい、これはロッテが勝ち越すという予想で、はい、油断大敵。まあ日本ハムの方は本当に状態が悪い中一生懸命やってる姿っていうのはすごく伝わるし、うん、でも勝ちきれないなんかもどかしさもあるし、でもロッテはね非常にいい状態に入ってきてるのね、打線とかも含めて、はい、だから油断さえなければ、うん、まあロッテがもう勝ち越すであろうという、まあ、予想をしてる。逆を言うと油断してると星を落とすかもっていう、ま、やられちゃうよっていうような、まあ、油断はここに来てないとは思うけどもね、はい、うん、だけどそのちょっと隙を作るとやっぱ日本ハムも本当に一生懸命やってるだけに足元救われるというような状態になるし、はい、今せっかく3位に上がってるからね、うんうん、ここをもっと2位1位って狙えるチームだけに、はい、まあ、ここから油断はするなということだよね。うん、はい、でっていう形で各チーム各カードを振り返ってきましたが、はい、次のカード次節の見どころ、はい、はい、見どころ、はい、はこのような感じになってますね、はい、はい、とこれは一つずつ言ってください。まあ見どころね、はい、まあ中田翔、はい、巨人中田翔、はい、もう巨人中田翔、はい、DeNA 戦でね、うん、ホームランを打ち、はい、まあ、賛否両論あるよ。うん、例えば確かにそうですよね、うん、日本ハムの時は無期限謹慎で、うん、出場停止ということでやってたのが、はい、まあ、トレードして巨人に移ってもういきなり使われるという、うん、おい日本ハムを下したその無期限出場停止っていうのはどうなってんだというようなことで、うん、まあ、賛否はあるけども、まあ、原監督はもう早くチャンスを与えて逆風の中それを成績で跳ね飛ばしてみろみたいな、まあ、叱咤激励メッセージ性があると思うよね。うん、やっぱりあれだけのことをやったんだから、ね、もう解雇だとか、まあ、そういうことも言われてて、そうですよね、うん、一時期ね、はい、これはまあいろんな人の考え方があると思うけども、うん、ただ今日ねあるサッカーの球団の社長と話す機会があって、うん、ちょっと中田みたいな事例があったとしたら、うん、サッカー界ではどうなってるんだっていうふうに聞いたらね、はい、まあ、諮問委員会にかけられて、うん、J リーグのコミッショナーの方で、はい、それで裁定を下され、うん、処分が決まるっていうんだよね。うん、で野球の場合はそういうものが全くないんでね。なるほど。もうそれはさ、サッカーで言うとそのチーム関係なくリーグで、うん、リーグでこう決まった決まりがあって、そこで裁判じゃないですけど そこで査定っていうか協議をするらしいね。どういうふうにしていくかっていう対応が決まるってことですね。そう、何試合出場停止とか、うん、はい、ね、無期限停止とか、うん、だからそういうのが決まるらしいんだけども、うん、野球界っていうのはそういうルールっていうのをコミッショナーが決めてないだけにね、うん、これはもう曖昧なんだよ。まあ、各チームでこう判断してっていう感じになるんですよね。そうそうそう、うん、だから、まあ、例えば無期限停止出場停止、はい、で巨人に移る、うん、で無期限って言われてもじゃあどっからどこまでがどういうことでっていうのがちょっとわからないと思うんだよね。まあ、その無期限っていうとう例えばどのぐらいの期間のことを指すのかっていうのも多分人によっても、うん、人によってもね判断難しいし、うん、長いって思えばそうだね、短いそれはって思う人もいるだろうしそうだ、ね、ってことですよね、うん、だからこれはねなかなか言えないけども、うん、一つ言えることは中田はもう野球選手である以上ユニフォームを着ている以上、はい、やっぱ成績でまあ示していかなきゃいけないということだよね。うん、うん、だからまあ原監督がそういうふうに決めて何のルールもなく使うなっていうルールもないわけだから、うん、まあ、使ってる、まあ、そうですよね、うん、その勇気とやっぱもう中田を更生させようとしてね、うん、まあ、一生懸命やってるんでね、うん、これはもう正解したいと思います。はい、ね、まあ、中田選手も、うん、まあ、この環境というかこの状況の中で急遽移籍をして、うん、ですぐにこう出るようになって、うん、でまあホームランというね、そう結果を残すっていうのは、うん、まあ、それはねめちゃくちゃ逆風だと思うよ。そうですよね、うん、だけどもう一歩一歩進んでいくしかないしね、うんうん、だからまあホームランというああいう局面でホームランを打てるっていうのはさやっぱ力があるんだよ、うん、ね、で精神的にも、まあ、強いものがあると思うしね。
次節は、はい、まあ、中田にも注目だなっていうふうに思ってるよね、うん、そうですよね、うん、まあ、ここでこう1本出たということはこの後がまたさらに皆さんの注目が集まるということで、そうだね、うん、いろんな考え方があるけどもね、はい、うん、でももう預かった原監督がそういう判断を下してるわけだから、もういろいろ考えたと思うよ原監督も。そうです、いや使うべきかやっぱり2軍において時期を見計らうべきなのかっていうことは迷ったと思うんだけども、はい、でも悶々とするよりはユニフォーム着て汗かけ、ね、成績を出して払拭しろ、そういうことだと思うしね、うん、その判断にはこう見守っていきたいというふうには思います。で、はい、下位チームの検討が、ちょっと指がかかってます、はい、下位チームの検討が、はい、すごくここに来て目立ってるんだよね、うん、まあ、セリーグで言えば中日が阪神に食らいつき、うん、DeNA も巨人に食らいつきということでね、はい、だから下位チームが非常に頑張ってるし、うん、で日本ハムもね、チームの状態が悪いながら頑張ろうとしてる姿はすごく温かいものがね、うん、伝わってくるしね、はい、うん、だから非常に次のカードもね頑張ってほしいと思います。はい、じゃあ下位チームにも大注目ですね、はいはい、でもう最大の見どころは、はい、オリックスの独走、独走、はい、これはやっぱり先ほど言ったように、うん、そうだな、ここで仮に楽天が3連敗するようなことがあったとしたら、はい、オリックスに、うん、これはオリックスの独走体制になってくるという、今3ゲーム差でね、1位と2位が迎えるわけね、はいはい、で2位が楽天なんだけど、うん、これ6ゲーム一気に開くとさ、うん、やっぱオリックスに勝てるピッチャーがいるだけに、うん、まあ山本、はい、宮城っていうのは鉄板で勝ってくるようなピッチャーにもう今なってるからね、うん、だからその追いついていくのがしんどいと思うんだよね、うん、だからここでやっぱりオリックスをもう一度楽天が引っ張り込まないと、これオリックスが独走してしまうような、そんな感じがする時節です。だからそういうことを踏まえて、見られるとプロ野球は面白いと思いますよ。はい、はい、時節も見どころがたくさんということで、たくさんですね、はい、はい、どんな試合を見せてくれるか楽しみです。はい、はい、はい。